右手の親指の痛みがある方を施術していただきます。よろしくお願いします。2019年の10月ぐらいから1年半くらい経った、はい、これっていうきっかけはわからないんですけど、ずっと陸上をしていて、ちょっと練習に参加させていただいた時が10月ぐらいだったので、もしかしたらそれかなっていう。今何もしなくても痛くて、調子がすごい悪い時は寝てる時に痛くて起きたりとかします。一応手はレントゲン取ってもらって異常ないっていうことなんで、はい、その首から来てるその神経系の問題もなくはない。でもう一つは、まあ、僕らが得意とするところは体が歪んで血液が阻害されて、この辺のその血液がうまく回りにくくなっていくと痛みに強くなってしまったりするので、ちょっとそれも関連する可能性もあるので、ちょっと全体のバランス見ていきながら、はい、見ていきたいと思うので、ちょっと丁寧ですか、はい、手首の方なんかってうまく伸びてないですね、うん、これが一つ歪みとしていってるので、これ多分改善できるんですよ。こっちと同じようになったら痛みとしては消えていく可能性があるので、ちょっと小指と親指でグッと力入れてみます。入らないですよ、はい、小指が入らないですよ、はい、これがさっき言った神経の問題でちょっと使いづらくなっちゃってるんで、この辺もちょっと影響してるな。肩もちょっと怪しいんですよ。右側は変わんなくないですか、はい、右側のやっぱり首からこの辺の硬さ、肩周りの硬さから、まあ、腕の硬さまで全部こう緊張してる状態なんで、つまむと右側の方が痛いんで、右側がちょっと硬さが強いんですね、はい。でこれ6番目で7番目の骨が動いてない。7番と8番で一番下の骨、骨っていうか神経の関連がちょっと弱いんで、多分この小指の力が出た時に力入らない。これ痛みってないですか？痛いです。手首が痛い。こっちの方。あ、そうです。ちょっと調整してください。今何してるの？販売のアパレル系、販売のそうです。バラバラです。バラバラ、うん、ちょっとね、規則正しい生活してる感じではないんです少し体疲れてるんで、はい、少しじゃないな、だいぶだいぶ疲れて変わってこないな。疲れてる人ほどちょっとこう変化するのも時間かかるんですけど、だいぶ疲れてる。甘いとかどうしてさっき、あ、さっきより肉です、うん、ちょっとね、呼吸吸いやすくなって、体の緊張が取れた状態なんですね、今ね。うん、左側。左今、右の方が問題なんですけど、うん、バランス的にはこう左がね、引っ張ってみても肩。何が原因でこう、手が痛くなったかっていう、ちょっとわかんないんですよね。いろいろこう、体ってバランス取ってるんで、うん、ちょっと万歳しますね。手先が引っかかって取れて、うん、普通じゃないパターン。多分ちょっと今回とは違うと思うんですけど、ちょっと左の股関節とかちょっと痛めたことあるかな、うん、あります。今もちょっと痛い。今痛いちょっと動き悪いですね。一通りね、バランスが取れたんですけど、痛いでしょ。痛いでしょ、うん、さっき硬かった。だいぶ柔らかい。特に手が問題っていうわけじゃなくて、今この首の関係から全部連動してこう緊張が強くて、ここでこうねじれちゃってたって感じがしますね、はい、ちょっとやっぱり1年半か高かったんで硬さあるんですけど、だいぶもう最初と違いますよね、はい、ちょっと動かしてみるとどうですか、はい、動きやすくなって、動きやすくなってます、はい、うん、すごいかけるとちょっと痛みあるんですけど、でも全然最初こうやってつくだけでも痛かったんですけど、今大丈夫です。体重かけても、うん、はい、あとはその時間ともにほとんど変わってくると思うんで、はい、うん、ちょっとそれで様子見てもらって、はい、はい、大丈夫です。動きやすく、すごい可動域が広がった感じがします。今まで やられた感じじゃない先生はい、手術だったのでなんですけど、すごい全然動きやすさだったりとかが違うなって、もうすぐ感じました。一回でこんなに変わると思わなかった。
だいぶ右側がガチガチだったんで、うん、これの関連で、神経まではいかないですけど、血液の流れがすごい阻害されて、手首にこう、痛くなったかなって。これ実際取れて、元は治ってくる。はい。